皆さんやなです。さて今日なんですけれども、いつもとちょっと雰囲気が違うのかなと思いますが、今日なんですけれども松戸市の花火大会行きたいと思います。イエーイっていうことで、ちょっと髪型もやってきたんですけど、この後も着付け、浴衣の着付けもやっていきたいと思います。実はね、今年初花火大会ではなくて、実は鎌倉の花火大会も行ったんですよ。その時も動画回そうってもう気合い入れて、浴衣とか髪型とかめっちゃ頑張ったんですけど、もう人が多すぎて友達と合流できなかったし、あの人混みがすごすぎて撮れないっていう状況だったので、もう5年ぶりの鎌倉の花火大会ということもあってめちゃくちゃ混んでました。なのでそこすごい悔しくて、撮りたかったちゃんとって思いながら行ったんですけど、今回はね、松戸市の花火大会見に行きたいと思います。そして髪型もね、ちょっとね、前だとあんま分かんないんだけど、後ろめっちゃ可愛いんよ。頑張った、めっちゃ頑張った、めっちゃ頑張りました。ここね、いろいろ浴衣とかポンと置いてあってごちゃごちゃしてるんだ、気にしなくていいんですよ。イエーイ、こんな感じです。両側にね、お花を入れちゃいましたということで、めっちゃ楽しみにしてます。いや、花火大会っていいよな。出店とかもね、いろいろ回れたらなと思います。今回ね、ちょっと余裕を持って早めに行こうと思います。花火が見える場所って駅からなんか徒歩30分ぐらいなので、ちょっと下駄は今回難しいかなって判断して、そこもご了承ください。あと着付けもね、一人でやっていくので、ちょっとここ違うなってあっても本当に申し訳ございません浴衣の着付けもこれでもう3回目になるんですけど、一人でやるのが。でもなかなか思い通りにいかないっていうか、あともね、紐専用の紐がなくて、タイツでストッキングでやるんですよ。それで代わりに使えるらしくて、それでやっていくんですけど、だからあれ、多少ちょっと微妙だったら本当に申し訳ないです。今できるもう最善を尽くしてやっていきますなので、この今回のね、浴衣はもうめちゃくちゃ柄が可愛いんですよ。金魚なんですよ。金魚で、こういうくすみのあるブルーを選びまして、一人で着付け頑張っていきたいと思います。できるかな。もう前回もね、2回ぐらいやり直して全然うまくいかんかったから、もう頑張ります。それではやっていこう。イエイ、やっていく。手をかぶせる。そしたら途中で中の手抜き、この紐の傷さ加減、トン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 、おおすごい、トントントン、45度合ってるかな。プラス、これ最後の紐ないんだけど、どうしよう合ってる？あ、ここずれちゃった、どうしようあー、こうでしょ。ここもう一回きれいに、あー、ペタンってなった。あ、綺麗になったんちゃうん、これ。え、これでやってる？これね、なんかタイツでやろうとしてる自分ウケるんだけど。こんなもんかな。で、次、帯やっていきます。帯は、こんな感じでーす。これもやっていきまーす。カルタ結び一番簡単らしいので、やっていきます。素直さん。素直さん。ちょっと待って、はい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 。待て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 。こんな感じ？回す感じで。できた！できたかも。イエーイ！ことでマリアと合流できました。イエーイ！マリアもね。浴衣着ております。なんかここ多めで見てほしいですね。なんか私もなんか気付けた時言ったもん。そう、本当にいい仲やと多分これ3回目な気がする。あ、3回目そう、3回やり直したってこと？あ、でも多分、いや違う、1回これと着たことあって、去年の隅田川と花火大会、うん、で、その後もう1回着ようと思ったんだけど失敗して諦めて、これで3回目です。そうだね、なので本当に多めで見てほしいです。いや、私も一緒です。もう崩れちゃいそう。一回なんかちゃんと
勉強した方がいいでしょうけど。いや、なんか YouTube の動画さ、いくら見てもさ、なんかその感覚がないから、これで合ってるのかなってやりながらやってる。確かに、それもある。そう。で、帯つけるときまた崩れるし、もうなんか、帯が、そう。難しいです。でもすごい、今日は松戸市の花火大会ということで、めちゃくちゃ楽しみにしてます。今ね、30分ぐらいかかると思うので、歩くの。うん。頑張ろう。頑張りましょう。イエーイ。え、でもリボンになってて可愛いよ。まだなってる？まだリボンだよ。もっと釣れてるかなと思いました。ということで、着きました。もう顔真っ赤です。いやー、やばい、本当に暑い。で、着いてしまいました。そうだね、ハプニングが、ハプニングが後から気づいてたけど、マリアの良かったけど逆。そう、締め方が逆になっちゃった。YouTube 見ながら多分逆になってて、もうめっちゃつくまれるそうだよね。申し訳ないですね、本当に死んだ人になった。そうね、死んじゃった。みんなに見えてる幽霊や。あ、そうか、幽霊か。あ、じゃあ幽霊です。今日は幽霊でいきます。すいません。でもなんか結構さ、日本の野菜だけじゃなくて海外のケバブだった。あ、やばいや、やばいやつあった。あ、ソールドアウトだけどさ、やばくないこれ。ね、かき氷どれにしようかな。あー、むずに。でも映ってる映ってる映ってる。マリアも食べる。どうしよう。でもなんか2つの水買ってもいいかもしれない。1個ここを買って、もう1個なんか別の水にして、どっちもシェアする感じがいい。そういいじゃない。あとなんかすぐ溶けちゃうからさ、サリで食べてからも新しいの買うっていうのはいい気がする。いいかも。そう。何味がいい？私、いちごミルクかマンゴーでも。あ、どっちでも美味しそうだね。どうしようかな。マンゴーじゃない中で、そのトロピカルになって、いいんじゃない。じゃあ、マンゴーにしちゃいましょう。ね。かき氷ゲット。いただきましょう。いただきます。あ、美味しい。もうなんかマンゴーシールというよりマンゴーに近い。そうそう、マンゴーのピューレみたいな。ね。はい、あ、下にもちゃんと生えてる。いやー。あー、いいね。ね、この下全部氷だから心配しとった。ね。よかった。うん。うん。涼しい。もうそうやってさ、かき氷ってなかなかないよね。ない。でも多分みたいな、売らないと思う。売れないと思う。そっか、なんかない。考えたことあるけどさ、なんかオーストリアってなんか最近は違うかもしれないけど、そんなになんか長く暑いっていうのはない。あー、確かに。湿気もない。夜になったらね、大体涼しいから。そうそうそう。あとなんか1週間ぐらい暑くて、で、またなんか全然20度とか前で、なんかね、あるね。ダウンするから、そんなになんか日本の夏みたいな感じもなんか東京20、まあ最近はちょっと違うけど26度以下いかないみたいな感じの、じゃあもうなんか東京だと、だからそこはもうなんかかき氷ないと死ぬ。死ぬ。まあもう死んでるけどね、私。あ、そうだね、マリアも死んでるね。幽霊です。申し訳ないです。かき氷食べて。あ、めっちゃすっきりした。もうなんか神だ。なんかかき氷発明した人は神だ。うん、めっちゃ美味しかった。で、俺も神です。あ、まだ電池持ってるの？うん、まだ今つけてないけど。おうおう、ちょっと今風通しがいいから。そう、で、私ここなんかちょっと揚げパン買おうかなと思って。揚げパンいいですね。そう、美味しそうだったから。イエー、買っちゃおう。揚げパン、めっちゃ美味しそうじゃないか。めっちゃ熱いんだけど。あ、揚げたて。お、すごい。ここでなんか揚げが。いいですね。フルーツパンチ買おうかどうか迷ってる。お、フルーツパンチどこどこ。お、あ、これかな。え、いろんな味あるわ。あ、覚えた。イエーイ。いただきます。すごい、めっちゃ。これ何？これね、
わらび餅ラテの抹茶味です。おお、すごい。わらび餅ラテ初めて聞いたんだけど。いや、あんまないよね。なんかちょっと見たことあるけど飲んだこともない。なんかちょっとタピオカみたいな感じでわらび入れてる味なんだけど、わらびだ。美味しそう。うん、美味しい。うん、めっちゃなんか抹茶の味する。めっちゃ和風デザート。和風、モダンな、はい、いいね。何でも美味しそうだから、いっぱい買っちゃいたいんだけどさ。うん、わかる。食べきれ、飲めきれないっていうのが。なんかさ、私は大抵なくその祭りのお店にあまり期待しないようにして。あー、期待しないようにね。そう、なんかさ、なんか期待したらなんか大体ね、なんかがかりしちゃうだけ。なんかその理不尽に高いものが多かったりとか、美味しそうなのにあまり美味しくないとか、確かにそういうイメージ多いじゃん。ここ結構なんかバランス良くて、うん、なんか買ったものもなんか外れなしだよね、今のところ。もう全部美味しい。全部美味しいし、値段も別になんかめちゃくちゃ祭り値段とか分けるもんだし。そうだね、なんかリーズナブルだよね。全然いいよ、全然いい感じということで、今席についてさっき焼きそばも買ってきました。あー、まだ買ってて、熱々で、熱々でね、楽しみにしてます。めっちゃ虹やごとに分かれて、イエイ、私は嬉しいや。なかなか顔の赤みが消えない。楽しみにしてます。でなんかね、こんなになんかゆっくりして花火大会楽しめたこと今までないから。私もない。なんかこういうのだと正式な席とかさ、そうそう、そうチケットとか買ったことなかったから、うん、めっちゃ楽しみだけど、大体なんかめっちゃ遠いところから見る、ゆっくり見ることがあったけど、でもさ、めっちゃくちゃ遠くなっちゃうから、真正面でこれ見れるのめっちゃ楽しみ。楽しみで、私鎌倉も割とこれぐらいの距離だったけど、そう、そう、まあ、ビーチだからさ、広くて、こまめに、そう、良かったんだけど、人多すぎて、あの、はい、動画でーす。いやー、夕日綺麗だね。ちゃんとちょっと涼しくなってきて本当に良かった。だよね。なんかさっきここで座ってた時もなんかしんどくて、もうすぐ逃げれたくなっちゃった。やばかったね。そう。マリアの日傘にめっちゃ救われた。いやでも日傘あってももうしんどかったここ。そうだからなかったらすごい。大丈夫？セミ？あ、違う、セミじゃないよ。なんか大きい虫？大きい虫がある。うわ、いや、なんか、あれじゃん、なんかセミってさ、ヨーロッパに ほとんどないっていうか、ないよね。ない、見たことない。私もないから、なんかこの間友達が、オーストリア人のが、なんかセミに驚いてる動画をアップして、めっちゃ笑った。でも、言ってさ、なんか、日本人もセミに驚くんだよね。まあ、でかいよね。そう、でかいし、なんか、その廊下とかで、もうめっちゃパンパンパンってうるさいじゃん。なんかそのセミの音っていうより、なんか壁とかどっかにぶつかってる時の音が、そう、めっちゃでかくて、で、それでなんか友達となんか廊下で、あ、セミあるやみたいな、めっちゃ飛んじゃってる友達が。日本人だけどね。そう、だから全然なんか、オーストリア人は、まあセミに驚くのは当然だけど、言って日本人も驚くよっていう。それおもろいな。私もね、八尾に住んでた時さ、うん、キッチンになんかセミが入り込んで、うわー、やだ。中静かじゃん、セミって。うん、中で一回キッチン行ったらいて、どうしようってなって。確かに出しづらいよね、普通に。そうそう、あの、わかんなくてインド人を呼んで。インド人がそこ助けになるの？いや、インドの方がさ、やっぱいろいろ虫とかいろいろ慣れてんじゃない？あー、ヨーロッパの3組よりは。まあ、確かにそうかもね。オーストラリア人とかもなんか心強そうだな。夜中に読んでさ、そう、あの下の部屋だから。あーね、キッチントングで来てて。キッチントング、バーベキュー使う。キッチントングで来て、どこだって。え、捕まえたの？それ一応それで捕まえて、え、どう？ちゃん泣き始めて、すごいしんどそうな泣き声でかわいそうだなって思ったけど、それで外に出してって感じ。え、私まだ多分なんか鍋とかなんかとタッパーとかなんかとなんかとで捕まえようとするのと思う。なんかさ、なんか、あ、わかんないけど、なんか鉢とか、うん、で結構オーストリアでこういうなんかコップとかで捕まえて、うん、新聞ペーパーをコップと壁の間にして、でそれで出すとか結構あるから。確かに。わからんけど、いや、でもおもろいね。キッチントングでインド人が夜中に。
セミを捕まえてる。もうおもろすぎる。やばという話でした。イエイじゃああとちょっとですね。うん、あと1時間かな、わかんないや。いや、そんなことないか。7時15分ぐらいになんかね、始まるらしい。なんか最初はなんかスピーチとかだね。ね、楽しみだな。ね、待ちましょうね、ゆっくりと。ね、これ一番したかった、みんなに。何をこれこれ。はずいやー、この間ね、もらっちゃったの。あ、ちょっとなんか自分で切っといた。あ、綺麗に切って。そう。あ、ちょっとずれちゃった。これはなんかマスクだった。ごめんなさい。後で直します。全部コンプリートしちゃってる。やばいステッカー。羨ましいでしょ、みんなさん。めっちゃ続いてるの。
はい、ということで花火無事無事終わり花火無事終わりました。どうだった？あ、めっちゃくちゃ良かった。もう最高。なんかもう近すぎて、もうなんかカメラって普通撮ると、うん、携帯で入りきらない。無理、入りきらない。そう、なんかそのワイルにするとギリいけるぐらいのね。本当に最高でした。いや、もうすごかったね。最初のなんかカウントダウンってやったじゃん、うん、そう、なんかカウントダウンで、いや、なんか一番最初めっちゃくちゃでっかいのになるって期待しないじゃん。うん、確かに。で、びっくりしたよ、普通にって聞こえてたもん。いや、普通に多分映像に入ってるよ。そう、本当にすごくて、私今まで日本で花火大会でこれで3回目なんだけど、私それぐらい。で、ここが一番良かった。良かった良かった。やっぱそのチケット買うべきだなって思った。うんね。そのゆっくりして見たいんだったらさ。そうそうそう。あとなんかその角度とか、そうそうそう、近さとかなんかさ、なんか一応計算されてるじゃん、うん。この位置から一番綺麗っていうのが計算されて、そこでなんか席配置するから、そうそうそう、やっぱりそんなになんか人見気になるぐらいな感じじゃないから。うんもちろん人めちゃめちゃ多いけど、うん、あとさ、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、坂がある、確かに坂の演出があるって感じあって、まあ、なんか映画館みたいな感じ、前の人とかも、うん、視界に入らないようになってるのがすごく良かったなって思った、ね、この間、あ、この間の隅田川の方の遠いところから見て、うん、あれもそれで良かった、なんかスカイツリーが真ん中にあって両方の会場見てて、うん、めっちゃ良かったけど、なんかやっぱり遠いの、なんかその圧力が違う、うん、いや、すごいよね、その音がもう同時っていうか、うん、なんか普通はめっちゃなんか遠いところだったら、もうなんかと見て 1,2,3,5 ぐらいにバーンってなるからさ、確かにすぐバーンってなるもんね。そうそうそう、やばいよね、あれは。いや、本当すごかった。視界全部あれになるし、そう、もうなんかもう、なんかそのさ、遠くから見てる、そう、だから YouTube で見てるみたいな感じになるけど、こう映画館みたいな、それぐらいの違いである。その映画を見に行くときは音がバーンってでかいし、うん、ちゃんともう視界全部スクリーンになるじゃん。うん、そうそう。で、もう本当に視界全部花火で埋まってて、うん、もう花火に見えない。うん、もうなんか宇宙、宇宙のガネクスとかさ、ギャラクシー。いや、めっちゃ良かった。で、最後にもう焼きそばいただいて、ね、最高だった。これからもね、ちょっと混むと思いますか。頑張ろう。電車の方向かっていきたいと思います。で、誘ってくれてありがとう。マリアのおかげでこういういいところで見れて。いや、私も友達に聞いて。いや、めちゃくちゃ良かった。光の海だったね。光の海だった。いい言葉いただきました。ということで、この動画はこれで終わりです。動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょうね。バイバーイ。